今日は超初級シリーズの一つです。プロの小説家になるためにはどの新人賞を選ぶのが一番手っ取り早いか、そんな話をしていきましょう。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は またリバブかかったままだ。今日はまた超初級シリーズ、まあその続きね。この間っていうか今これやろうとしてて、再生リストをチェックしてみたら超初級シリーズが全然初級向きじゃなかったので、まあもっと手前のところから話をしようかなということで、まあこの話にしました。プロの小説家になるためにはどの新人賞を選ぶのが一番手っ取り早いのか。まあ僕は小説投稿サイトのことは分かんないので、で小説の新人賞の取り方はね、まあまあさすがにこれだけ受講生がデビューしてるんだから、まあさすがにそれはわかるし、まあ話す資格もあるだろうからさ、だからまあその話をしていきます。でプロの小説家になるためにはやっぱね、どの新人賞を選ぶのが一番手っ取り早いかっていう、まあそれです。取りやすい新人賞というのはないけれど、ないんだよ。よく傾向と対策って練る人いっぱいいるけれど、傾向がないとは言わないけれど、対策は練るだけ無駄だからね。まあ小説の新人賞の傾向というものが分かったところで、その傾向に沿った作品が書けるような、それだけの出力があるんだったらとっくにあなたはデビューしてるからね。ただ一つ言えるのは、この賞を取っておくとサクッと新人賞、いやサクッとプロデビューできるよねっていう、そういう新人賞はあります。まあその話です。まあこれ基本ね、自分で調べるのは大事なんだけど、まず第一にどの新人賞をするを選ぶかというと、出版社が主催する賞、そして長編の賞であることということで、その出版社もちゃんと自分で調べましょうねっていう、そういうことです。出版社が主催する賞、小説の新人賞というのは、そのプロになるための小説の新人賞というのは、何のために小説の新人賞をやるかというと、出版社が将来自分ところで稼いでくれる小説家を発掘するための、そういうものが、それが新人賞です。で、あなたの作品の良し悪しを探すっていうものではない。そこをよく間違えるので、あなたの作品の良し悪しではなくて、あなたの作品が出版社にとって金になるかどうかというところを探すのが、小説の新人賞というところなので、そこを皆さん間違えないようにすることが大事です。で、目的を間違える、その新人賞の賞の目的、そして趣旨っていうのをそこで履き違えると痛い目に遭うんですな。で、出版社が主催する賞の中でも、協力出版だとか自費出版の賞、そこが主催している新人賞というのもいくつかあります。で、
これは自分の青春の思い出として、人生の振り返りにとして応募するんだったら、まあ止めはしないけれど、そういう、協力出版の出版社の主催する新人賞というのは、応募するとそれは即座にお客様名簿になって、んでその協力出版の出版社から、あなたの作品を本にしませんかというふうに連絡が入るようになります。これはなぜかというと、協力出版というのは、協力出版のお客さんというのは著者だからね。一般の商業出版の場合だと、お客さんは出版社がお客さんなので、で、ただ往々にして小説家というのは、一般文芸の小説家というのは名前で選ばれるという、そういう特殊な事情があるので、往々にしてね、売り手と買い手の立場が逆転することがあるので、まあそのことを用心して、まあ出版社というのは、その小説家に対して相応の敬意を払ってくださるけれども、お客さんは出版社、こちらは小説家はあくまでも基本出入り商人、お出入りさせてもらってる商人だということを、出入り業者だということを意外と忘れる人結構多いです。書き上げただけで巨匠になって、巨匠になったと勘違いする人って普通にいるからね。で、協力出版の場合だと著者が小お客さんになるので、まあ丁寧に扱ってくれると思うよ、著者お客さんだからね。でも協力出版 で出した本というのは、まあプロの相手、プロじゃないからさ、まあ誰からも相手にされないっていうことはあります。で、これ名前の通った出版社の自費出版部門っていうものも結構あるので、応募するときに自分でちゃんとチェックしようねということです。あと意外とあるのが、怪しげな出版社、聞いたことないよなっていうような出版社が主催してる新人賞も実は結構あります。実は結構ある、聞いたことのない出版社だよねとか、聞いたことのない、なんか、まあ具体的な名前は避けますが、これってさ、ここで受賞したからといって本出してる人いないよねとか、そういう怪しげなものっていっぱいあります。だから、その出版社やその賞の主催者が、その過去の受賞者をチェックして、そこからどんな人が育っているかということを調べる、これ、まあ、今は検索というのは非常にありがたいものがあるので、それで調べるっていうことが大事です。で、あと地方自治体が主催している文学賞ってのはあるんですけど、これはその受賞してもプロのキャリアにカウントされないもんだと思ってください。まあ、腕試し、若い人に、10代20代の人が腕試しにやってみますって言うんだったら止めはしないけれど、まあ、受賞したからといって、まあ往々にしてこういうところっていうのは、その作品の著作権も主催者に帰属することっていうのは少なくないのでね、結局書き捨てになるよねということは結構あるんだけど、
結局のところあのプロのキャリアとしてはカウントされないので、書くだけ時間の無駄っていうことは結構あります。で、あとは長編の章であることです。受賞と紙の本の刊行がイコールであるということ、そこ結構大事だったりするのでね、こう何十年間前には短編の新人賞って結構あった。いきなり長編書くの大変でしょっていうことで、そのまず短編の新人賞を用意しておくんだ、出版社が。んで短編を受賞して、じゃあ受賞したからじゃあ長編書きましょうねっていうふうに、育てていくという、そういう種類のものです。だけど今これは数がものすごい勢いで減ってます。もう本当に今数えるほどしかない。これ結局どういうことかっていうと、要はいちいち育てなくても作家さんって、その要は小説家がダブついてるんだよ。新人賞受賞作家なんてゴロゴロ言って余ってるからさ、そんな状態の時に何もわざわざ手間暇かけて育てなくても他にかけるやついくらでもいるからさっていうことになってしまうので、だったらもう本当にさ、いきなり長編かけて即戦力使える方がいいよっていう、そういうふうになってくる。そういうことなので、だからまあ初めから長編の賞を狙った方が、その作家の側も話が早いよねっていうことです。まあ長編の賞いっぱいあるからね。ミステリーだけでもオール読み、エドガー・ランポ賞を、松本清張賞もそうだな、横溝正史賞、日本ミステリー文学新人賞、このミステリーがすごい大賞、まあパパパパパッとこうやって次々出てくるよね。で、いろんなジャンルのあらゆるものがあるので、とにかくまずあれこれ言う前に応募先の新人賞を自分で決めるっていうことが、まず自分で探す。そうそう、もう一度行こうね。もう一度おさらいをすると、出版社が主催する賞、自費出版じゃないよ。そして、地方自治体主催のものはさっき、プロには直結しないよ。あと長編の新人賞であることっていうことを、それが一番プロになるためには手っ取り早いよっていう、まあそんなことです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガー・ランポ賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組へのお便りご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組はYouTube をキーステーションに、サウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。